海河、貝賀沢奥池は、日本の池。海河、沢奥池は、静岡県掛川市に所在する池である。助田場山の山麓に位置している。農業用水を確保するためのため池として利用されており、貯水量は、最大1万5千立方メートルに達する。取水された農業用水は、周辺の田畑を潤しており、その樹液面積は25.0ヘクタールに及ぶ。 利用している農家の個数は50個とされている。なお、池の周辺には、同じくため池として利用されている海が沢口池などがある。なお、海が沢奥池が所在する静岡県掛川市高瀬は、2005年4月1日の市長合併以前は、静岡県小笠郡大東町高瀬と呼ばれていた。大東町においては、行政区である植助田幕の区長が、海が 沢奥池の管理者に指定されていた。海が沢奥池の所在する菊川水系周辺地域は低い平地に多くの支流が流れ込んでおり洪水が頻繁に発生してきた。また豊かな水源に恵まれなかったことから農業用水の確保が課題となっていた。こうしたことから住民らは産地にため池を造成するなど水の確保に苦心していた。特に 海河、貝が沢奥池が所在した静岡県小笠郡、大東町においては、農業に必要な水は、海河、沢奥池のようなため池や河川からの取水に頼っていた。その後、大井川右岸用水の完成に伴い、大東町の農地はこの用水の恩恵を受けるようになり、水の利便性は、飛躍的に向上した。しかし、海河、沢奥池のようなため池は、 その後も継続して使用されており、特に大井川右岸用水の樹液地以外において、その重要性は失われていない。また、これらのため池は産地に設けられていることから、大雨や洪水などの際には調整池としての役割を果たしており、地産や地水の観点からも重要な存在となっている。その後、ため池としての老朽化が進んできたことから、 ロータメ事業の一環として1982年度に整備が行われた。ありがとうございます。